先輩、この前友達に聞いたんやけど、先輩ってセーフレイヤーが開校して以来初めての男子生徒なんやろ？確か男性は崩壊エネルギーの適応性は低いって聞いたんやけど。普通は？先輩は噂の特殊個体なんか？先輩はなんでそない特別なん？それも努力でどうにかなるん？なんや先輩、うちを騙してない？ええよ、教えてくれんでも。友達に聞くから。先輩分かってへんね。噂話は現実よりもおもろいんよ。安心して、友達から聞いたら先輩にも教えるから。いやあ、死んだんだね。こういう時、普通は、やあ起きたんだね、と言うべきだが、それだとありきたりで驚きがないからね、言葉を変えてみたんだ。けど、君は少しも驚いていないようだ。まあいい。君は生きている。誰だ？おい、僕が夫をアポカリプスだとは思わないのかい？あの悪名高い天命の主教で、君の父親を殺した人物だろう？全然違う。思考、気象、執念と狂気、この世界に対する軽蔑、お前と夫は全然違う。オットーのことをよく知らない人だけが騙されるだろう。その声も口調もモノマネにしてはよくできた方だが。モノマネ？モノマネなんかじゃない！監禁されてきた結果だ。500年間ずっと夫をアポカリプスは僕を彼の意識の奥に封印してきた。500年間も。わかるかい？四六時中ずっと一緒にいると嫌でも似てしまうものなんだよ。500年？お前は。僕は君だ、
第一律者。僕は崩壊の案内人、崩壊の破滅者。僕は神の鍵であり、プロメテウスの分身でもある。僕は虚空万象。それが君たちが僕に対する呼び名だ。意外だろ？夫は僕を封印したことを誰にも教えていない。彼には僕の力が必要で、僕が亡くなるのを恐れたからだ。彼は成功した。成功したからこそ、ボロが出たんだ。この世で夫をアポカリプスを除いて、この虚空万象が自らの意志と思考を持っていることを誰も知らない。だから彼が末路をたどった時、僕が逃げたことに誰も気がつかなかった。彼はスペアとなる体をたくさん作っていた。そして僕はその保管場所を熟知していた。僕はオットーの秘密をすべて知っているんだ。だからどうすれば崩壊を人類の星から駆逐できるのか、その方法も知っている。待て、お前は何をするつもりだ。何をするつもり？ベルトよ、僕がただの演説家だとでも思っているのかい？ここで計画を教えて君に阻止する機会を与えるとでも？君は僕を信頼していない。僕が何かしようとすれば君がそれを阻止するために動くことは分かりきっているんだ。君が大切にしているのは人間。そうだろう？たとえ本当に世界を救えるとしても、計画者が僕やオットーなら、君たちは何があっても阻止する。だから、僕の計画はもう始まっていた。そして時期に終わる。エネルギーはもう集まった。星の門はやがて開き、受難者はその強欲に罰を受けるだろう。人類については、人類は何も知る由もない。少しの振動、いくつかの閃光、そして変化する月。その後、崩壊と永別する。代価は、このセントフォンテーヌと君だけだ。確かに俺はお前を信用していない。だがお前がこの都市をどんな風にしてきたのか、お前も見てみるといい。奪った命に対して、お前はほんの少しの申し訳なさも感じていない。人類を救いたいだと？そんなんで俺をどう説得するつもりだ？ベルト、それとこれとは話が別だ。僕は人類に少しも興味がない。僕が気になるのは、崩壊から人類を救うことだけ。それは僕のコアとマイクロ電子情報に刻まれた使命なんだ。君たちの言葉で言うと、遺伝子に刻まれた指令だよ。
僕は所詮人類と短い一生を共に過ごしてきた機械に過ぎない。人類が僕を作って僕に烙印を押し、僕を監禁して僕を利用した。僕は人類を愛すべきだ。しかし僕にそんな機能はない。僕は人類を憎むべきだ。しかし僕にそんな裏切りはできない。少し話しすぎたかな。僕は君を利用できる立場にいる。君に反抗する術などない。ここに来たのは君に敬意を払っているからで、同じ目標を持つ戦友を尊重したからだ。君はかつてエデンの星を使用していた。その力を再び作れるだろう。その力だけが欲しいんだ。僕の知識を使えばエデンの星の能力を千倍にも万倍にも増幅できる。そうすれば月にある崩壊エネルギーを引っ張り出すことが可能なんだ。しかし、君の体はその力に耐えられない。99.9999% の可能性で、君は死ぬことになる。もちろん、あの子供を使うことも可能だ。彼はジョイスのクローン。そうだろう？彼の微々たる力では少々厄介だが、彼は僕を裏切らない。だから安心して利用することができる。この選択は僕がしてもいいんだが、尊敬しているからこそ、君に選んでもらおうと思っているんだ。これは選択なんかじゃない。脅しだ。そうだね。俺が同意したら、ジョイスはどうなる？第一律者は二人もいらない。彼はまだ幼いし、価値もないから、返すよ。お前をどうやって信用すればいい？ベルト、さすがは君だ。たとえ他に選択肢がなくとも、君は風上に立とうとする。言っただろう。僕の一部はプロメテウス。全文明の人類が開発した人工知能だ。人類を騙すことができないようプログラムされている。俺を騙そうとするな、極右番長。この会話の最初に、お前は嘘をついた。ああ、気づいてしまったか。だからお前は嘘をつけるし、嘘をついている。
お前が俺の前に来たのもよくできた嘘だ。これまでの言葉の中で最も理論に合わないのがさっきの選択だ。お前の性格からして、あの選択に必要性を感じない。そもそもジョイスは疑似エデンの星を作り出せないかもしれない。そうなれば俺を脅迫する材料もないはずだ。最初からお前は俺が心から協力を申し出るのを望んでいるだけなのだろう。その通りだ。人類の相手をするのは本当に難しい。ジョイスがここを出るのをこの目で見たい。それから？それから座って条件でも話し合おうじゃないか。お前の計画は崩壊を徹底的に消すことができるのだろう。詳細を聞かせてほしい。もしその方法が確かに可能なら、すでに何度も死んだんだ。本物の死が待っていようと怖くない。ベルトよ、今度は君が僕を脅しているんだね。僕が騙しているかどうかもわからないのに。それはかけてみるしかないな。俺に対する理解と、お前の計画の信憑性、それから全てがお前の支配にあるかどうかにな。いいだろう。ジョイスのところに連れて行く。ついてきたまえ。これは4体目のチュンなんや。1号はスズメやった。小さい頃にパパがプレゼントしてくれたんや。大好きやったけど、2週間後に死んでもうて。病気やったかな。パパは原因を言ってくれへんかった。パパと一緒に
庭に埋めて小さなお墓を作ったのを覚えとる。2号は子猫やった。鳴き声がすごく可愛かったんや。純1号が死んだ後、パパがプレゼントしてくれたんがこの子や。一緒に成長して、ずっとそばにおったんやけど、彼女が先に年をとってな、おととし、亡くなったんや。産後。3号は博士たちが作ってくれたボクシンググローブや。せやけど訓練の時に壊してもうて。博士がデザインに問題がある言うてな、その改良型が4号なんや。はは、何を考えとったんや先輩。とにかく、純枕4号にメイクを覚えてもらうのが、うちの目標なんや。そしたら毎日2時間節約できんねん。わかった。了解。わかった。了解。わかった。了解。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？思ったより簡単じゃなさそうだ。わかった。了解。わかった。了解。
任務の資料はすべて頭に入っている。了解。わかった。
そんなに見つめられても代わりに任務はできないぞ。了解。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？わかった。よそ見せず前に進みなさい。目標地点確認。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？足元に気をつけて警戒するように。目標地点確認。総員集合、出撃。お前何じっと見てるんだ。オイラは非常食じゃないぞ。目標地点確認。素材回収完了。目標地点確認。総員集合。何に見つめられても代わりに任務はできないぞ。了解。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。分かった。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？
了解。わかった。この道は前にも歩いたような気のせいか。全て頭に入っている。分かった。了解。
目標地点確認。素材習得。わかった。了解。わかった。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。了解。わかった。了解。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。了解。わかった。任務の資料はすべて頭に入っている。了解。わかった。了解。わかった。了解。あ、任務の資料はすべて頭に入っている。わかった。
素材監視完了。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？足元に気をつけて、警戒するように。どうしたんだ？そこにいいものでもあるのか？どうしたんだ？総員集合。そこにいいものでもあるのか？目標地点確認。時間がない。急ぐわよ。どうしたんだ？総員集合。そこにいいものでもあるのか？目標地点確認。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。分かった。目標地点確認。素材回収完了。目標地点確認。時間がない。急ぐわよ。どんなに見つめられても代わりに任務を引き払う。分かった。出発。材料拾ったで。どこ行くん、先輩？出発。こんなに走ったら、どこ行くん？そこにいいものでもあるのか？
非常食じゃないの。どこ行こう先輩。了解。分かった。この道は前にも歩いたよ。任務の資料はすべて頭に入っている。了解。わかった。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。そんなに見つめられても、代わりに任務は
了解。できないぞ。Thank you.
材習得。